反対口行ったらまた違うかもしれない、もしかしたら。あの、それぞれの商店街がこれやってるから。いや、もう清瀬のイルミネーションの様子っていう YouTuber を言う。あそこでも結構キラッキラ。キラッキラして。キラッキラしてる。なんだかわかんないけど。おはようございます。お疲れ様です。よかった、したいと思ったの。あと周りすごい飲みが多いんで、お疲れいいよね。昔と全然違う。今年俺が出したみかん氷とジャスミンティーです、あったあったあった。もうめっちゃ違う作り方来ました。何でもあるよ。炭酸で割りました。いやもう根本が違うもの。羊羹レンジで溶かしたら全然みたいになって、そこに雪見大福入れてる。ああ最高。雪見大福を買ってる期間限定のなんかキャラメルなんちゃらとかきなこ味みたいなって、甘すぎてあんまりでしたみたいな YouTube で。買ってることしないでくれよ。そうね、アレンジしてもいいから別にそれがまずいとは思わないでと思う。4種類あってね、出してくれて結構ありがたい。うん、名前が違うんですけど、英語っていう名前で、話や東山。あ、意外とあるんですね。そうなんだ。癖物っていうのはほぼ全部あるんですね。あ、そっか、同じメニューは、それ自体はあるんですね。そうです。そうか、はい、店によって、味噌が、へぇー。あ、美味しい。うまいっすよね。美味しい。すげえうまい。この麺の感じめっちゃ好きっす。硬い。ちゃんと。うん、うまい。うん、大体こういう店のラーメンとかって、まあ、それこそコンビニの冷凍のラーメンみたいな。手のひらみたいな。うん、まあ、まあ、それはそれでうまいけど。なんだ、口直し、確かに口直ししたい、ね、ありがとうございます。たまに余韻を家まで持ってないっていうクロードの方もいらっしゃる。